共産賞を渡るは、滋賀県大津市出身のプロ野球選手、宇藤右内、横浜 DNA ベイスターズ所属。青蘭小学校1年時に、青蘭スポーツ少年団で、軟式野球を始めると、北大寺中学校への在学中には、大家友和が設立した、草津シニアリトルパンサーズに所属していた。後に10回したところによれば、大家は、 チームのゼネラルマネージャーも務めていたため、当時は手の届かないほどの人だったという。大見高等学校への進学後は、1年夏からベンチ入りを果たすと、2年次春の選抜大会に、県議府省との2回戦で登板。3年夏の選手権滋賀大会では、決勝までの4試合にすべて登板すると、26イニング連続。 無失点と30奪三振を記録した。高島高等学校との決勝では、6回の打席で、先生の2点適時に塁打を放つとともに、投げても10奪三振を記録。3安打を許したものの、2塁を踏ませない完封勝利で、チームを本大会への出場に導いた。もっとも、本大会では、初戦で敗退した。在学中の2年後輩に寺内生がいる。 高校3年時には大学9回の競合校からも進学を誘われていたが、プロ志望を届けを日本学生野球協会へ提出したことから、2016年の NPB ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから4巡目で指名。契約金4000万円、年俸550万円という条件で入団した。背番号は48。2017年、 シーズンを通じて2軍生活に終始したが、7月13日のフレッシュオールスターゲームでは、イースタンリーグ選抜の投手として4回表に9円登板。1イニングを三者凡退に抑えた。イースタンリーグの公式戦では、主に先発で16試合に登板。通算の投球イニングは99回1、3で、チームの投手でただ1人リーグの、 最終規定投球回に到達するとともに、6勝6敗、防御率4.17を記録した。シーズン終了後の周期キャンプから、中学生時代に指導を受けた大谷が2軍、投手コーチに就任。大谷から、カットボールの投げ方を教わった後に、台湾でのアジアウィンターベースボールリーグへ参加した。ロワットビーでは、n p b スタン選抜の一員として四試合に、 先発。韓国プロ野球選抜との決勝戦でも先発したが、勝ち負けはつかなかった。2018年、オープン戦序盤の3月5日に入団後初めて1、軍に合流すると、当日の対阪神隊が圧戦で先発を任された。1日限定という条件での合流だったが、5回、無失点の口頭で、勝利投手になったことから、1軍監督のアレックス・ラミレスが、 一軍の先発陣に異変があったら再び昇格させると明言。実際に一軍の先発ローテーション候補から故障者が相次いだため入団後初めての開幕一軍入りに至った。4月1日に東京ヤクルトスワローズとの開幕カード第3戦で先発投手として一軍公式戦にデビュー。19歳9ヶ月での抜擢ながら5回1失点の高騰で 初勝利を挙げるとともにチームをレギュラーシーズン初勝利へ導いた DNA に所属する10代の投手が NPB の一軍公式戦開幕カードで先発勝利を挙げた事例は前身の球団を含めてもこの試合の強賛が初めてであるさらに4月8日の対広島東洋カープ戦での先発勝利によって 球団史上初めて一軍デビュー戦からの2002勝を記録。次に登板した4月15日の対中日ドラゴンズ戦で連勝記録を3にまで伸ばしたが4月22日の対広島戦で一軍公式戦初黒星を喫したためドラフト制度導入後の日本人投手による一軍公式戦初登板試合からの最多連勝記録である4連勝には及ばなかった。 以降の先発登板試合で中盤までに降板することが相次いだ影響で5月中盤から1軍と2軍を何度も往復したものの1軍では7月29日の対広島戦でシーズン5勝目を記録 DNA の高卒2年目以内の投手としては横浜対洋ホエールズ時代の1987年に中山博明が入団2年目で記録して以来31年ぶりであった カガシゲルの引退試合として模様された9月21日の対中日戦では、打者1人限定で先発したカガの後を受けて、一軍公式戦初の救援登板を経験。プロ入り5最長のイニングで、準関東を達成するとともに、失点を1に留めて、シーズン6勝目を挙げた。一軍公式戦には13試合に登板。救援登板は、上記の1試合のみで、 6勝6敗、防御率5.64という成績を残した。2019年、春季キャンプから一軍に帯同すると、前年に続いて開幕ローテーションに入り、中日との開幕カード第二戦を皮切りに、一軍公式戦後試合で先発を任されたが、白星はつかなかった。5月12日の対広島戦では、広島の先発投手、アドゥアマコトに敵自打を打たれるなど、 5点を失った末に3回で降板。翌13日から3ヶ月近くにわたって2軍での調整を余儀なくされた。8月に1軍に復帰してから2試合に先発したものの、いずれも勝ち星は挙げらなかった。1軍公式戦全体では9試合の当番で0、小6敗、防御率5.80、ホイップ2.02と振るわず、チームがレギュラーシーズン2位で進出した。 クライマックスシリーズでも登板の機会がなかった。その一方でイースタンリーグの公式戦には15試合に登板。通算投球イニングは90回でチーム2位の7勝と防御率2.60を記録した。シーズン終了後の12月には今永翔太と共にドライブラインベースボールで最新鋭のトレーニングに励んだ。2020年 春季キャンプから2軍で調整していたため、1軍公式戦へのシーズン初登板は9月6日の対広島戦にまで持ち越された。この試合では先発でも失点を喫しながらも、5回裏で降板した後にチームが勝ち越したため、1軍公式戦にシーズンぶりの白帽子がついた。同月21日の対阪神戦では、6回を3、失点でしのいだことから、 一軍での先発登板試合では、初めてのクオリティスタートを達成。10月23日の対広島戦でも、5回表に、島で、無安打に抑えるなど、6回無失点の好投で、QS とシーズン2勝目を記録した。動きのしなやかな投球フォーム、打者の手元で伸びる、最速時速 155km のストレート、ホームベースの、両サイドを厳しくつけるほど高い制球力が武器。 スライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップ、フォークといった変化球も投げる。大のラーメン好きで、大見高校への入学当初は、ラーメン職人を志していた。2年時の秋に先発で登板した、智弁和歌山高等学校との練習試合で、9回を完投した上に失点を1点にとどめたことから、進路を NPB 入りに一本化。3年時の秋には、 大学へ進学せず、高校から直接、NPB へ入る意思を固めていた。d n a は、高校時代からの異中の球団で、上昇球団というイメージを抱いていたという、ドラフト会議での指名直後には、先発を目指したいと語っていた。目標の投手は、金子千尋で、対戦したい打者に、中田翔や坂本隼人を挙げている。ありがとうございます。